50年後くらいに世界の戦争は終わると思いますかいいえ。結局その,あの普通に飯を食いたいという願望であれば先進国の人たちってもう頑張る必要ないんですよ。あ要はそのなんか皆さんじゃあこ,のこんな仕事がとか収入を増やしたいみたいに言ってるんですけど別にあの日本だったらじゃあ生活保護もらいますっていうと一生食いっぱぐれないじゃないですか。ななののでその欲望を持たなければ あのその困ることはない状態に先進国はなってるんですよね。でもそのなんかいい車乗りたいとかそのじゃあ,あのなんか美女とかイケメンと付き合いたいとかなんかの海外旅行に行きたいとかその。 その一食十で生命を維持する以上の欲っていうのが出るとじゃあ相手から奪い取ろうとかもっといいものを取ると例えばじゃあその1,000万円の年収の仕事がしたいっていうのってその逆に言うと 1, 万そのあなたがその仕事に就かなければ他の人が1,000万円の仕事に就くわけじゃないですか。なのでその何かお金が欲しいとかこういうものが取りたいっていうのはそれを手に入れられる人を減らしてるんですよね。 でその売り上げを伸ばしていくっていうのでじゃあその海外に商品が売れて売り上げが上がってよかったよねっていうのは海外に商品が売れるということはその国ののの国産業のどこかの仕事を奪ってるんですよ例えば日本のトヨタの自動車がじゃあそのオーストラリアでいっぱい売れてるとしたらそのオーストラリアに売ろうとしてた韓国の企業とかの売り上げが減るわけじゃないですか。なので基本取り合いなんですよね。 まあ,あ,のある程度その価値が増えることでみんな幸せだよねっていう部分はあるんですけどある種その取り合いの部分っていうのは基本的には変わらないのでじゃあその経済とかじゃあ国を良くするためにロシアっていう国はそのクリミア半島っていうウクライナにあるところのこれをロシアにしちゃいと。でロシアにしちゃうっていうことでそ,のそこにいるロシア系の住民が幸せになってロシア人も俺たちすごいぜっていうので満足するっていうので内戦のようなことがありましたと。 で中国もそのウイルウイグルに住んでいる人たちっていうのはもともと別に中国語喋ってるわけじゃないし宗教的にはイスラム系の人たちなんですけどここを中国にするわーって言ってその中国人としては領土が増えてで中国人としてのそのあのまああま文化を浸透させることができるっていうのがあってまあ、内戦のような状態になりましたと。でチベットもそうだよねっていう形でなのでその人間に欲望がある限り戦争が終わることはないと思うんですよね。